日本財団が推進する海と日本プロジェクト in 新潟。先月末、日本財団による新たな支援が発表されました。救急指導医指定施設というものが139施設ございます。この施設を重点的に、新型コロナウイルス対応やさまざまな救命を行っている救急指導医指定施設に対する新たな支援。今そこにある危機への対応として新型コロナ対策への支援を行い、そして次に起こる危機への備えとして第2波第3波の新型コロナへの備えと、そして甚大な複合災害への備えに資する支援を行うということです。3カ年で約50億規模の支援事業を展開しようと思っております。ドクターカーや防護着の購入費、救急医療に従事する人材の育成などを支援します。それはいろんな要因があるんですけれども、やはりそこにあるのはそのリソースの不足、そこにまあ私たち、少ない額でありますがこう注入をして、それで改善をして次の第2波第3波そして複合災害に備えるということ、これを救命救急の皆さんに頑張ってやってもらおうと。海と日本、海と日本プロジェクト in 新潟、見てくださってありがとうございます。ぜひチャンネル登録お願いします。